はいどうも、中年オタッキーです。今日はちょっとね、寝れる仕事に当たったんで、ビデオでも作ろうかなと思って、動いております。今からちょっと年末の繁忙期に入ってきて、まあ、すでに車とかね、すごく多く、まあ今日もね、結構車が多いんですけど、通常ね、その年末、その車が多くなってくると事故も増えるんで、今日はね、たまたまね、事故渋滞に当たってなくてね、うまいこと動けてます。ちょっと年末に入ったらあんまりアップできないかなと思ってね、ちょっと1本でもアップしとこうと思って、動画を作る感じになりました。それでは本編スタート。ね、ちょっとね、この何本か本来の趣旨である、フィルム写真からちょっと遠ざかってデジタルの写真ばっかりなっとったんですけども、ね、別にフィルムで写真を撮ってなかったわけじゃないです。現状もね、何台動いてるんだろう。今フィルムカメラが4台ぐらい動いてるのかな。いろんなフィルムで撮ってます。カラーとかモノクロとかね、100とか400とか、まあいろいろです。で今日のテーマは期限切れのフィルムですね。皆さん期限切れなのフィルム、まあ、使えなくなると思ってる方が多いんじゃないでしょうか。全然そんなことはありません。今回はね、ちょっと2本ほど激しく期限が切れてるフィルムを使ってね、写真を撮ったんで紹介したいと思います。まずは期限切れ後12年、経っている富士フィルムさんのね、記録用100っていうあのフィルム、安物のフィルムがあるんですけど、これ実はね、富士カラー100、普通のパッケージのやつと同じ、中身同じで、たまたまパッケージが、簡素化されてて、ね、安売りしてる記録用フィルムっていうのがあるんですけど、それが12年前に期限が切れたやつを、ちょっとハードオフ、某ハードオフで100円で売ってましたんで、それを入手しまして、写真を撮ってみました。でね、いや、一応ね、期限が切れてるっていう、なんか不具合はあるんです。まず、色がおかしくなるんですね。今回カラーと白黒とありますけど、まず、カラーはもう完全にカラーバランスが崩れます。で、感度が落ちます。で、もちろん画質も低下します。でもね、これを逆手に撮ってね、面白い写真が撮れたりするんですね。まず、カラー写真の2枚ほど、紹介いたしましょうか。見ていただきます。2枚ほどね、ちょっと写真見ていただいたんですけど、どちらもね、なんかこう、大昔に撮った写真っぽく、まあ、見えてるんですね。2枚目のね、田んぼの写真、稲の写真はね、まあ、昔撮っても今撮ってもわかんないだろうけど、1枚目のね、建物の写真、これね、実はね、つい数ヶ月前にオープンした、パーキングエリアの宝塚北パーキングエリアの写真なんです。つい数ヶ月前にオープンしたパーキングの写真がね、何十年前の写真っていう感じで写っちゃうんですね。ちょっと面白い、感じになります。で、このフィルムね、カラーフィルムで12年もその期限が経ってまして、かなり感度が低下しているだろうということで、ISO 感度、ISO 100のフィルムなんですけど、50に設定して、要は1段オーバー、露出オーバーで撮影して現像に出しました。で、そうですね、フィルム自体がね、黒ずんでるんで、まあ、仕上がってきた感じはね、露出オーバーかなっていうのに見えるんですけど、全然オーバーじゃなくて、やはり感度は相当低下してたと思います。で、今回フィルムスキャナーで、まあ、取り込んで、たくさん、36枚撮りだったんですけど、もうフィルムが古すぎて、もう剃っちゃってね、スキャンできないものも結構ありました。結構ね、期限切れフィルム、ギャンブルではあるんですけど、当たれば面白いです。で、次に紹介するのがね、ちょっともう何年経ってるかわからない、おそらくね、20年以上、期限切れで経っているであろうっていう、コダックのね、トライ X400 っていうね、もう白黒では一番メジャーなフィルムなんですけど、それ20年以上経った、トライ X で、
撮った1枚をちょっと紹介いたします。では見てください。ものすごいことになってますよね。まずひびがもう乳剤にひびが入っちゃってて、これ実はぼやっと写ってる人影はうちの次男坊なんですけど、幻想的な仕上がりになってます。他にもね、結構たくさんその幻想的な仕上がりの写真あったんですけど、まあ全部紹介するのもあれだし、1枚ちょっと特別に印象的な写真をアップしようかなと思ってこの写真にしました。これはね、もう20年以上前ということもあって相当感度が低下しているだろうということで、まずね、フィルム感度を ISO、これ400の、もともと400のフィルムなんですけど、を100に設定。で、さらに、1段増感現像してます。だから通常だったらね、800、ISO は800になるはずの現像時間で現像しました。これでようやくね、適正になりました。で、これね、以前ね、中古で購入したフィルムローダーっていうね、フィルムを巻き取る機械があるんですけど、それの中に残ってたフィルムでね、たまたまその、観光してない、奇跡的に観光してなかったんですね。で、使えてるんで、面白いなと思って、最初どのぐらい感度が下がってるかわかんないんで、15枚撮りぐらいのやつを3本ほど作ってテスト撮影して、ほんでようやくだいたい感度がつかめてきたんで、これで行ってみようみたいな感じで撮った写真になります。以上のように、ちょっと今回3枚ほど写真を紹介させていただきましたけど、非常に印象的な仕上がりになります。で、機械的に加工して面白い写真を作るであろうデジタルと、ギャンブルですか、もう完全にこの期限切れフィルムギャンブルになるんですね。で、通常ね、期限が切れてないフィルムもそうなんですけど、フィルム写真っていうのはね、撮った瞬間に見ることができません。で、仕上がってくるまでね、どんな写真になってるかわからない。このワクワク感がすごく面白いんですね。やったことない人はね、ぜひやってみたらいいと思います。プリントするんだったらね、デジタルより良いものになったりもしますし、期限切れのフィルムとかで遊ぶのも面白いです。で、期限切れじゃないにしてもちょっとギャンブル性がありますしね。デジタルってね、撮った、その場で確認して違ったらやり直すじゃないですか。でも、フィルム写真はね、そうはいかないんで、そこがフィルム写真の欠点であり、面白いところであります。カメラ自体はね、もう本当に、バカみたいな安値でね、ハードオフとかに行ったらね、ジャンクコーナーに並んでるカメラでも十分動くのがあります。そういうのはね、もう本体1000円、レンズ1000円とかでね、買えたりしますんでね、本当にバカみたいに安い値段で、フィルムの一眼レフとか、コンパクト機もそうですけど、買えます。ちなみに、前回の動画でも紹介しましたけど、今これでちょっと撮ってますけど、これはね、580円で、カメラのなにわさんの、神戸元町店で、買ってきました。もうね、そういうレベルのねカメラがたくさんね売ってたりします。ぜひ挑戦してみていただけたらどうでしょうかね。フィルム写真すごく面白いです。で、そうですね、街の写真屋さんとかがねどんどん潰れていってて、その写真の話をするとこもなくなってきています。フィルム写真をやるとね、そうですね、カメラの北村さんでも私結構店長さんと仲良くなって、写真の話しますし、で、他にもね、個人店の写真屋さんで、仲良くなってね、写真の話、もう僕がね、現像出したらね、普通引き換え券を発行するんですけど、その、行きつけのね、写真屋さんは、引き換え券すら発行しない、顔パスになってます。しょっちゅう現像に出すんでね、で、写真のね、楽しい話とかできたりするんですよ。デジタルやってるとね、もう自分で撮って自分で加工して、で、プリントするにしてもネットで注文とかそういう世界になりますから、写真の話するとこはほとんどないんですね。でもフィルムはね、絶対にね、人と接点ができます。そこも面白いところであります。ぜひ、フィルム写真をやったことない方、以前やってた方、やってみてはいかがですかね。楽しいですよ。今日はそんな感じです。次回の動画はね、そうですね、
まあ、ネタもたくさんあって、まあ、どれからしようかなっていう、今日はたまたまね、期限切れの写真にちょっとやってみようかなと思って動画作っていたんですけど、面白かったなとか思ったらいいねボタンを押してください。で、写真好きな方、今後も私の動画見てみたいなと思う方、チャンネル登録ぜひお願いします。チャンネル登録者300人を突破したらカメラプレゼントを再開します。カメラプレゼントの再開の第一弾はどうしようかなと思ってるんですけど、多分こいついきます。これキャノン AE1 です。レンズ付きでいきますよ。レンズ、今日ついてるレンズじゃなくて、ちょっとレンズはおまけになるかもしれないですけど、50mm F2 のね、レンズをつけて、ちゃんと動きますよ。うん、これね、ジャンクで200円で買ってきて、最初はね、ミラーが動かなかったんですよ。それを自分で修理してね、ちゃんとね、シャッターなきもありません。なりますんで、第1弾は多分この AE1 を、行こうと思ってます。他にもね、ミノルタの AF カメラとか、キヤノンのレンジファインダーカメラとかもね、もう用意してあるんですね。で、前回のその、応募者1回目 そのカメラプレゼントの応募者がたったの4人だったんで、もうさすがにこれはアホらしいなと思って、もうちょっとチャンネル登録者増えて視聴者が増えてからにしようっていう流れで、そんな感じになってます。ぜひね、チャンネル登録お願いします。今日はこんな感じです。次回の動画が、完全に不定期になってます。仕事がしんどくなかったら頑張ってみます。それではまた、最後までご視聴いただきありがとうございました。